全国農業協同組合連合会 JA 全農は、和牛の輸出を増やすため海外では初めての食肉加工工場をアメリカ・ロサンゼルスで稼働させました。日本からやってきたこの牛肉の塊が今一枚一枚すき焼き用にスライスされています。今月から稼働した JA 全農の加工工場では、現地のレストランなどの注文に応じて和牛をすき焼き用や寿司用などに切り分けて出荷します。アメリカ国内には牛肉を薄く切る施設がほとんどなく、 JA 全農は付加価値を高めた和牛を売ることで日本からの輸出を拡大させ、地域の活性化につなげたいとしています。日本産の米などの取り扱いも検討しています。今月行われたアカデミー賞のパーティーで宮崎牛がメニューに採用されるなど、和食ブームを背景に日本産牛肉の海外での人気は年々高まっています。